ただいま職員が各隊ごとに隊長の号令のもと歩調を揃えて移動しています。部隊行動にはこうした規律ある指揮統制が重要です。合わせて消防職員にも様々な服装があることがお分かりいただけるかと思います。全職員共通の制服を除き、従事する仕事や資格によりユニフォームが決められています。それぞれのユニフォームは救助や救急など各隊員が行う任務に最も適したデザインや機能性、安全性を考慮したものとなっております。ユニフォームにつきましては後ほど行われる都立部隊の更新でもご覧いただけますので、どうぞご注目ください。また後ほど制服に身を包んだ消防学校学生による招待操練をご覧いただきます。招待操練とは消防職員としての規律を保ち、士気を高め、そして団結力を向上させることを目的として行うものです。消防学校学生が行う招待操練は10時27分頃からを予定しております。どうぞご期待ください。